こんにちは、花泉モータースです。今日は車の納期について少しお話ししたいと思います。最近車の納期が長くなっている、このような事態が発生しているのをご存知でしょうか。以前ですと発注してから例えば1ヶ月で来ていたものが今は2ヶ月、3ヶ月、あるいはそれ以上かかってしまう、このような事態が発生しております。その原因の一つとして挙げられるのが半導体が不足している、このようなことが発生しております。半導体というのは本当にもう車の中のいろんなものがに使われております。最近の車はほとんどコンピューターによる制御が大きいんですけれども、そのコンピューターには必ずといっていいほど半導体が使われております。またオプション品のナビ、 ETC、 ドライブレコーダー、これらの製品にも半導体は使われております。ですので半導体が不足していると部品が組み上がらない、なので車が完成しない、なので納期が遅れてしまうというようなことが発生しております。また、この新型コロナウイルスの影響で東南アジアが今非常に猛威を振るっておりますので、そこからの部品が供給されない、そういったことも発生しておりますので、部品がこんな入ってこないので車が組み立てられない、ですので車の生産工場の稼働を停止させる、こういう事態も発生しています。車の工場を止めてしまうとそれ車は完成しないので、それに伴って納期も遅れてしまう、このような事態が発生しております。なので新車を ご検討されている方は余裕を持って早めに手配をかけるというのをお勧めいたします。